まず授業始める前に、昨日な、課題を出せと。まあ、散々な、あれだけ言ったから、当然出してくれると思ったけど、ねえ、何枚か足りませんでした。前出てこい。出してないです、前出てこい。おい、こんがいな。なぜ出してないのか説明しんかい。すいません、昨日宇宙旅行行ってました。宇宙旅行に行ってた？へえ、あ、そうなんだ。仕方ないですね。ってならんかい！なるわけないでしょうね。舐めとんかお前。行け。すいません。バカかいな。他におらんか。もっとおるよな。もっとおるはずやぞ、おい。出てこいよ。お前かい、出てこいよ、生身お前。お前。すいません。すいませんで当たり前だろ。何がすいませんだろうか。なんで遅れたのか説明してくんねえか。パパと遊んでたから課題出せませんでした。仕方ないですねってなんのは幼稚園までだよな。わかる。何て言いました？お金はもらいました。お金はもらいました。それをパパがつってんだよ。パパがつやりまったら課題やれ。いいかな。舐めんじゃないよって話だよ。そんな、え、じゃあ女の子だから許してもらえますって。そんな普通の先生やったらね、いや OK って言われるかもしんないけど、俺は許さない。なごみファンの皆さん、本当に申し訳ございません。いや、俺ファンにも謝って。OK。